来るぞ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 。こんにちは、アジーンです。今回はガチャガチャの森で回してきた新商品のカプセルトイの中から6つ開封していきたいと思います。それでは1つ目いきます。1つ目、今回は編集メンバーの超おすすめが一つ目にあります。めっちゃこれがね欲しかったみたい。オープン。なんだろうこれ。え、あ、ガチャ、ガチャの台紙。ついに出たスパイラックスミニ。あー、くる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 だ。すごい、あれか。よくあのスーパーボールとか入っていたりとかしません？スパイラックスミニっていう、これがマシンなんですね。で、今回はホワイトゲットしました。ホワイトでもね2タイプあって、私のはねホワイトだわこっちのスケルトンじゃないよね。スケルトンかっこホワイトはもう全部、ここも透明なんだろうね全部。わー、これがカプセル。中はね開かないっぽい。いっぱい気泡が入ってる。これはね開かないですね。うわー、やばい、細かい細かい細かい。ここに避難させます。めっちゃ細かいわこれ。そして恐怖の組み立てが待っていた。苦手なんですよ組み立て。ちょっと壊さないように気をつけないと。組み立て方間違えちゃうと外せなくなったりしますよね。折らないようにね気をつけよう。これはもういいっしょ。もう2番からわかんない。どれ？これかな？あ、違う。違った。あ、ここが回るとこだ。すごい、こうなってるんだ。あ、そうか。ここにカプセルが入って、回したらこう入るって。わー、そういうことだ。すごい。そしてもうこれはこうでいいのかな？じゃあ、さっきの土台に刺すと。回転させながら入れるとセットしやすいです。おお、ほんとだ。すごい。で、私一番初めに7番やったんだ。7番の工程がね、これでした。カプセルを外して、ここに今から入れるんですね。そして、9番。どうしよう。これね、どっちも人気ガチャなんだけど、この呼び出しボタン系、こっちのタイプ。これピンポンですけど、この感じってすごく大人気だと思うので、こっちを貼ってみようかなって思います。ちょっとこの辺に、横あたりから若干ちょっと横向きにしますね。来るぞ！来るぞ来るぞ来るぞ！おお、すごい、くるくるくるっていきましたね。もう一回やろう。さあ行くぞ。よっ、おお、早いよ。じゃあ次はね正面から、えい、難しい。伝わったかな。くるくるくるっていきます。すごい、これはね初かな、このタイプ。そうだよね、ついに出たって書いてあるから。すごい、初のスパイラックスミニゲットしました。続きまして2つ目いきます。2つ目、さあ2つ目はオープン。これもなんだろう。え、わかんない。これ何？なんだこれは。ミニチュア、あ、パーテーション、パーテーションだ。セミクリア。おー、ブルー、ブルーって結構一番なんか私ブルーは馴染みがありますね。ブルーとかグレーかな。すごいパーツが入ってるぞ。入ってなかった、4枚だった。これはさすがにね組み立てられるわ。できました。アジンさんにしては早い、とても早い。わー、すごい、しっかりと立ちます。
この足も調整可能だし、抜ける心配もないんじゃないかな。こういうのってなくしやすいじゃないですか。絶対ね、抜けないようになってる。何かこのフィギュアのことでね、使う時があったら、このパーテーションを使ってみたいと思います。いいんじゃない?でもちょっとオレンジだからな。私の中ではオレンジとかグリーンっていう感じではないので、他のカラー、また取れたらゲットしたいなって思います。続きまして、三つ目いきます。三つ目。さあ、三つ目。これは、実は私が回しました。新商品ではないんですよ。オープン!さあ、なぜ今回こちらをゲットしたかというと、これを使って、あることがしたいなって思ったので、今回はね、回しました。持ってるんですけど、こういう感じのものを。ただ、この平面プレートっていうのを私持ってなくて、たこ焼きプレートしかなかったんですよ。なので、この平面プレートがね、欲しいなと思って回しました。一回400円なので、こう回そうかどうしようか、すごい悩んだんですけど、一発でね、こっち出てくれてよかったです。うわー、すごい。やっぱ2枚もついてくるといいな。前回は、このメーカーさんじゃないんですけど、こっちのたこ焼きしかね、ついてこなかったんです。いいじゃん。ちょっとこれでやりたいことを挑戦してみようと思います。続きまして、4つ目いきます。4つ目。このガチャガチャはね、最近 DIY で使ってます。オープン!おー!イケメン!アベンジャーズ、チマ、キャラ、マーベル、02かな?アベンジャーズ。全4種類で、このガチャガチャ。フィギュアもね、とってもしっかりしていて、すごいね、高級感があるので、これね、1回500円です。どうしてもね、このナターシャを使って、ある DIY がやりたかったので、この子狙って回してました。編集メンバーと一緒にね、回したんですけど、無事出て、東京リベンジャーズのマイキーに改造してます。アベンジャーズをリベンジャーズ。皆さんね、東京アベンジャーズって言ってくれてます。で、このフィギュアのすごいところが、首がね、自分の好きな角度に変えることができるんですよ。マイキーはこうしましたね。ちょっと上目で。アベンジャーズの、そうでした。続きまして、4つ目いきます。オープン!アベンジャーズのガチャガチャ、スティーブ・ロジャース、ゲットしました。キャプテン・アメリカ。この髪型はもう、あのキャラかなって思うんですけど、衣装がね、うわー、素敵。イケメンだわ。あ、でも服意外とこれ特攻服いけるかな?特攻服なりそうな感じ ?6 つ目いきます !6 つ目こちらは視聴者様からいただいたガチャガチャになってます。オープン!おぉ!ハンドルすごい!ほぼほぼ無限に回り続けて、ちょっとした特別感が味わえる。ハンドルキャップ全5種類、ボトルにはめて、ぐるぐる回そう。あー、早速使わせていただきます。すごい。私のはシルバー。このサビも素敵。かなりリアルじゃないですか。すごい。じゃあここに、こうペットボトルにはめて、どう回すんだろう。あ、こうか。本当だ。無限に回せる。すごいすごいすごい。無限といえば、最近こちらをゲットしました。無限に押せるっていうね。ゴーポップっていう商品なんですけど、海外ではポップイットっていうのかな?フィジットトイ。日本版はゴーポップっていうみたいでね、これをタイムラインで紹介しています。ぜひね、タイムラインの方にも皆さん遊びに来てください。夏休みはね、できる日はタイムラインの方はね、1日2本投稿してます。YouTube とはね、ほとんど違うことをやってますからね。そうだ、このロキっていうキャラクターも、持ってるんですけど、どうしてこの体がないかっていうと、マイキーの首とね、入れ替えました。ナターシャ女性なので、このロキのね、体を借りてます。本日のお気に入りガチャガチャは、スパイラックスミニです。本日もご視聴ありがとうございました。アジン TV の LINE 公式アカウントでは、毎日限定動画を投稿しています。タイムラインのフォロー、アジンと LINE で友達になってくれる方は LINE の友達追加をよろしくお願いします。